はい、まずスタートですね。スタートは、まあ、内側から、内枠3者も、早く出ましたのでね、まず松浦選手が取りに行きましたね。そうなってくると、9番の鳥取選手が前ということになりましたね。鳥取選手、松浦選手、阿竹選手のラインですね。9番、1番、4番でまず前段ですね。そして、その後ろには、6番の四季雄選手がいますので、8番、2番、6番が中段です。S の速い福永選手も中段を選びましたよね。ここは8-2-6で中段、そして後方には7番、3番、5番九州勢ですね。伊藤壮馬選手に新井貴弘選手、園田匠選手、この、綺麗な3分線で、第8レースが行われています。まずは、前を取っていった、1番の松浦選手、松浦選手は今日は鳥取選手に前を任せます。昨日は犬伏選手の先行のマークして車間を空けながらね、しっかりと援護をしながら、抜け出してますので、調子の方もまずまずと、悪くないんじゃないかなというところですよね。そして、鳥取選手も昨日は打掌から先行して、まあ、古性選手にまくられたんですけども、非常に、抵抗してましたのでね、粘るレースをしてくれたなという感じですよね。そして中段にいる2番の福永選手、8番の福永選手ですね。昨日は自分の思うようなレースができなかったので、まあ、今日こそはしっかりとしたレースをしてくるんじゃないかなというところで期待でしたよね。あとは後方にいるのは7番、3番、5番、伊藤壮馬選手に新井貴弘選手、園田匠選手ですね。この九州勢が残り2周の青番バックから2周半の青番バックから抑えていくんですけども、まずは8番の福永選手を抑えます。そして抑えていく中で、勢いよくね、ここは前を抑えていけば突っ張りもないのかなという感じですよね。鳥取選手も赤番から突っ張るようなレースではなくて、かまし先行が得意ですので、まあ、ここは引いてという感じになりましたね。8番の福永選手ももう少し早めに切っていたら、もっと早めに鳥取選手が来るので、ペースも整えやすかったのかなという感じですよね。ですけども、結構前踏んでますのでね、まあ、このぐらいの勢いで踏んでないと、なかなかいい位置は取れないというのも分かってるんでしょうかね。非常にこの辺から三谷選手が一発まず危ない、はい、そして、9番の、鳥取選手を、放り上げましたよね。そして7番のまくってくる伊藤壮馬選手、ここも一発危ない、もう一発危ない、ここでやりましたよね。はい、うまいですよね、三谷選手ね。そしてゴール前も6番が来たところを一発危ない、ここで行きましたので、まあ、ここは2番、6番、5番という形で三谷選手、各社挨拶をしながら、一着に来ましたよね。さすがなレースだったと思います。2番、6番、5番、三谷選手に四季雄選手、5番の園田選手ですね。それでゴール決着いたしました。第8レースでした。福永選手頑張りましたね。いや、そうですね、やっぱり地元地区というところもあってね、うん、はい、あ、頑張りましたよ。頑張りましたよね。また三谷選手もね、暴れて、うん、暴れてというか、あれ、はい、2、3着じゃんね。はい、そうなんですよね。って感じしましたけれども、でもあれだけやって1着ですから、取り切ったんですから、ね、かっこよかったですよね。良かったと思います。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。今日のレースはどんな思いで臨まれましたか？いや、もう福永の気合が全てでした。はい、地元勢、地元地区で行われるやはり G1 ですので、気迫も感じる三谷選手の動きでした。いや、本当前の昨日も寺崎で、今日は福永がもう作戦から絶対先行ということだったので、近畿のすごい先行選手だと思います。その番手の仕事もしっかりしなければというところで、鳥取選手を止めて、そこだけで終わらず伊藤選手も止めて、お見事ですね。いや、もう本当先行選手が先行してくれたおかげで自分も仕事できるんで、はい、そういう時は一生懸命やりたいなと思ってます。ね、結果を残してという形になりました。2走してご自身では足の状態はどう感じてますか？いや、もういいと思います。はい、またこのシリーズも楽しみにしていいですか？はい。それでは応援していただきました皆さんに一言お願いいたします。近畿勢で盛り上げて優勝を勝ち取ります。応援してください。第8レース1着になりました三谷選手でした。おめでとうございます。